時もコール初主演。あ、これ皆さんやっぱり契約ありますよね、やっぱりね。はい、最初はみんな誰もね。最初の契約、どちら様ですか。私です、ね。あ、おお、はい。やっぱね、緊張しますしね、いろんなことありますよね。初主演が初レギュラーだったんですアニメ。そうなんです。ありがたい機会だったんですけども、はい、右も左もわからないまま、うん、一番セリフが多いじゃないですか。はい、もちろんです。もう私この現場で消えていくんだろうなと思って。おお。最初のデビューにして引退作。そう。わかる？わかります。たくさんもありましたか。ないよこいつ。なさそう。確かになさそう。いや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 、ね、みかん食べな。ありがとうございます。なんですかこの一応だから絵付けされてる。今やりやね。目の前で。どうですでも緊張。ありがとうございます。緊張したでしょ。でもそれもあったし。おめえんだぞ。おめえの話してんだぞ。嬉しくなっちゃってごめんなさい。いやでも大変ですし、周りは先輩ばかりですし、もちろん、そうなんです。そんな中で私が主演何だったんですか、最初のやつは。日だまりスケッチっていう作品。それが長く続いて、はい、未だに演じさせていただく機会もある作品になって、はい、っていうありがたい作品なんですけど、もうなんか何を間違ってるのかが分かんないわけですよ。初めてだから、だから何かきっと迷惑をかけてるんだろうと思いながら、こう一番多い役を、セリフの多い役をやらせていただくっていうのがすごいプレッシャーで、いつもでもとはいえこう急にがなったりとか、こうそれこそあの呪文を唱えたりみたいな感じじゃないアニメじゃないですか。そうですね、日常系って言われるやつですね、4コマの。そうなんですけども、でもだからこそ起伏作るのが難しいかもしれないですね。そうですね、正解が分かんなかった。あ、なるほどね、そうか。